ラッキーキャラ選手権、イエーイ。さあ今回こちら慶応閣なんですけど、慶応閣にはゆるキャラがいないということで、そうなんですよね。はい、今回は可愛らしいこちらの方に来ていただきました。自己紹介お願いします。はい、はい、こんにちは、オーバルエンジェルリーダーの渋沢伊代です。よろしくお願いします。リーダーの伊代ちゃん、よろしくお願いします。伊代はまだいくつなんですか？うーぐーなるほどね、はい、年齢非公開でお願いしますね。はい、あのまずやっぱこの伊代ちゃんに、はい、こちら慶応閣の魅力をちょっと教えていただきたいんですけども、はい、そうですね、やっぱりアクセスがすごくいいのと、うん、もうとにかく綺麗です、うん、もうパッと見てもゴミ一つなくて、ね、すごく綺麗なんですよね。あちらの特管席もね新しいしね、うん、まだね、あそこはもうすごくビップな感じです、はい、すごく、ね、はい、ラグジュアリーな感じです。何が綺麗ってやっぱりエンジェルが綺麗ですよね。ありがとうございます、ね、否定はしないのね、うん、もう忘れてないねそういうところね、うん、ありがとうございます。で、はい、今回このラッキーキャラ選手権なんですけれども、はい、まあ、やっぱりこの競輪っていうのは運も大事だと。そうですね、そうですね、いうことで各競輪場のキャラクターにこう今が2分の1のこう勝負をしてもらって、なるほど、どこの、まあ、競輪場が一番運がいいかと。それちょっと知りたいですね。でしょ、知りたい。小田原の凛太郎くんが2回正解っていうのが今まで、はい、で今回2回目、はい、代表してですから、そうですよ、ね、リーダーとして、はい、選んでいただきましょう。頑張ります、ね、で今から2分の1ですから何回引けるか。では第1問、ダダン。さあ、どっちでしょうか。はい、こっち。こっち、せーの、ザン。おー、正解。正解、はい。さあ、これがあと何回続くかっていうところですか。怖いな。やっぱりでも、凛太郎くんは超えてほしいな。2回目、ザン。うわー、緊張する。いきます。せーの、こっち。こっち。お願い。おー、やった、やった。2回、並びましたよ。やばい、頑張る。さあ、慶応閣は小田原を超えれるんでしょうか。ダン。いきます。3度目はこっち。せーの、ザン。おー、いった。おー、やったー、すごいリーダー、さすがです。続いていきましょう。はい、さあ、伸ばせるか、こっからザン。いきます、せーの、こっち。せーの、ダン。あー、ダン。残念。ということは3回正解。今のところ1位でございます。よかった、凛太郎くん見たか。ギリギリ超えてきたね。あ、お見事でございました。よかったよかったよかった。じゃあ、ゆーちゃんが思う、はい、競輪の魅力は何ですか？もう本当に意地の張り合いだと思います。はい、もうバチ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 、うん、もう近くで見るとすごくもう息遣いだったりとか、うん、当たる感じとかスピード感とかがすごくって、うん、もう選手たちの魂が見えますね。競輪マルシェ。